最近のお子さんは姿勢が悪かったりとかですね、猫背で肩こり腰痛の方も多いです。学校の先生から体育の授業中によく転んで顔から落ちてですね、大きな怪我をする子が多いというふうに聞いています。それを克服するために夏休み中にしっかり親子でですね、このトレーニングをやっていただきたいと思っております。ローマ字の VWT という順番で姿勢を良くして肩甲骨を寄せるというようなトレーニングになります。胸付けの姿勢からですね、手を V、 ローマ字の V になるように上げていただいて、そこから肩甲骨を引き寄せるようにして W を作ります。でそこから T を作ります。でこれをですね、手を下ろしてまた伸ばしてWT で下ろす。これをですね、5回繰り返していきましょう。お子さんがですね、やはり転びやすいというのはですね、体幹の部分と下半身の連動ができていないという証拠なんですね。これからやるプランクで作り上げていきたいなと思います。うつ伏せの状態ですね。で肩の下に肘をついていただいて、足は骨盤の幅にしてください。でつま先立てます。でこの状態から息をふーっと吐きながらお尻を上げます。でお尻を上げたらですね、3秒キープします。ちょっと腕の力もね使います。で下ろします。で息を吐きながら、腹圧が抜けている方はこうなります。こうならないようにしなきゃいけないので、しっかり骨盤上げてください。あとはこうお尻突き出しちゃダメですね。なるべく平行にするように上げるようにしてください。3秒で息を吐きながら上げて、3秒キープして、これを5回繰り返していきます。いわゆる脇腹とお尻を鍛えます。横からもしバンとぶつかった時に転倒する、例えばよろけるという時に、やはり脇腹とお尻が一緒に連動しないとそういう風になりますので、そこを鍛えていきます。肩の下に肘をついて、で頭足一直線します。で肩は中に入らないようにして、しっかり胸を張ります。でこの状態から3秒息をふーっと吐きながら、ゆっくりゆっくり3秒ぐらいかけてあげて、そのまま下ろします。1、2、3で下ろします。これを5回繰り返していきます。3秒で上げて5回ってありましたけれども、体幹の弱い子はフォームが悪いので、できる範囲でやらさせてあげてください。トレーニングするときはしっかりとしたフォームがね、重要になってきますので、動画をですね、繰り返し見ていただいて、しっかりとしたフォームで継続してやるようにしてください。